ひめかです。ペコです。ピンク。ラテ。ティー。ビン。始まるよ。始まるよ。イエーイ。今日の企画は、しなこちゃんメイクやってみたです。イエーイ。イエーイ。今日はスペシャルゲストがいるので、ちょっとエコちゃん呼んでもらっていいですか？はい、では今日のスペシャルゲストは、なんとしなこさんです。よろしくお願いします。こんにちは、お願いします。お願いします。しなこんちゃん、こんにちは、しなこです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ今日は、しなこちゃんにメイクの方法をリモートで教えてもらって、ひめかとエコがそれを実践してみるという企画になってます。じゃあしなこちゃん、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速メイクレクチャーしていきたいと思います。2人の手元に多分私が選んだユアグラムっていうダイソーのね、ダイソーで選んだコスメがあると思うんですけど、ありますか？あります。あります、あります。はい、これを使ってメイクしていきます。まずこの UG ブルーミングアイカラーパレット03っていうこの派手なカラーの、これを使ってアイメイクからやっていきます。そしたらこのパレットのこのピンクの色のアイシャドウを使います。これ取ってもらってアイホール全体に塗っていきます。なんかちょっと紫っぽい。確かに青みピンクみたいな感じだよね。あ、そんな感じです、そんな感じです。結構あの範囲広めに思い切り塗ってしまって大丈夫です。あ、いい感じ。てかもうこの時点でだいぶ仕上がってるわ。可愛い。で次なんですけど、こちらですね、ピュアグラムのアイブロウパウダー01番、これを開けてください。そしたらこれのピンクとこの濃い色をこう混ぜてもらって、上の2色ですね。そう、上の2色、上の2色混ぜてもらって、はい、下半分ぐらい、はい、半分の下の、はい、黒いのが取れてる。できたかな。こんな感じです。できました。あ、上手、はい、いい感じ。うんうんうん、良きです。そしたらアイラインを引きましょう。ピュアグラムのリキッドアイライナー BR1 番。でこれ結構なんかちょっと描き方が独特なんですけど、ちょっと一回見せるので、これをちょっと真似してもらえたらなと思うんで、ちょっと一回見ててね。この上の普通のアイライン、目の上のところは結構細めに引いてもらって、で目尻がちょっと特徴的で、ちょっと一旦こう下げるんですけど、ぐるんみたいな、あのひらがなのしみたいな感じでぐるんと上に上げてもらいたくて。わかるかな。わかります、わかります。下に垂れるんだけど最後は跳ねるみたいな感じの引き方で、目尻の方は太くなって大丈夫なので、チャレンジしてみてください。はい、わかりました。すごい、なんかこれ筆が硬い、なんか硬いスポンジみたいな質感だよね。でも筆より私は描きやすいかもしれない。すごい頑張ってる。頑張ってる、かわいい。右だけできました。あ、もっと思いっきり描いていいよ。もっと上ですか？もっともっと長めで、長めだし目尻は太めだし、グイーンって感じで、これやりすぎじゃないってぐらいが多分原宿系はちょうどいい。あー、いい感じ、いい感じ、いい感じですか？うんうんうん、ちょっとうちの手が結構上げて描きました。こんな感じですか？あ、いいね、いい感じ。じゃ反対側もこんな感じでお願いします。はい、なんかエコちゃんが羽ラインしてるの見たことないかも。マジ？あんましたことないかも。でも、うん、レアだ、レアエコちゃんだ。来ました。わあ、上手。てか可愛いな。全然いい感じ、ありがとうございます。では次に涙袋作っていくんですけど、さっきのこのパレットを使います。はいはい、これの
この真ん中のやつとこのゴールドのやつをこう指でちょっと混ぜてもらって、こっちも混ぜて、混ぜてこの涙袋に乗せてください。はい、と混ぜて、あ、すっごいめっちゃギラギラだよね、これ。粒が大きめのギラギラで、どっちかを単色で使うと結構なんか違和感というかガンって感じがあるんだけど、こう混ぜるとめっちゃ韓国ので売ってるようななんかギラギラグリッターみたいな発色がするので、こう混ぜて使うのめっちゃおすすめです。全然違くないですか、この右と左で。おー、いい感じ。うん、わかるわかるわかる、とても上手。そしたらさっき使ったこのアイブロウパウダーをもう一回出してもらって、これの一番下の色をこの筆にね取ってもらって、涙袋の影を入れていきます。影ありと影なしです。あ、めっちゃいい感じ。普段からするの？たまにします。普段はあのリキッドのやつで描いてます。あ、そっか。はい、なんかすごいメイクし慣れてる感じが、私メイクした初めてしたのとか高校生とかの時だから。はい、 OK ですか？できました。はい、したらチーク塗ります。ユーアーグラムのスティックチーク RD1 番です。かわいい。これかわいいよね。さっき描いた涙袋のもうほんと真下にこうピーッとこのぐらいはっきり書いてもらって指でぼかしてください。でもなんかそのままでも可愛い。そのままでも似合ってるわ。リューチェルさんもね、元は原宿系だからね。あ、確かに原宿系だった。同じ界隈にいたんですよ、実は。すごく距離が近かった。うわ、すごい昔のしなこって感じが。懐かしい。似合うな。かわいい。かわいい。似合ってるよ。いい感じ。じゃあもうちょっと足します。うん。なんかあんまり範囲を広げすぎずに、この目の下だけでぼかす感じでお願いします。横長で、横長にぼかしていく感じでお願いします。わかりました。なんか左が全然なじまないんですよ。あ、待って。頑張って。なんか右と左で凹凸違うよね。できました？はい。できました。そしたら、チークちょっと重ね塗りしていきます。今塗ったやつは結構発色が良くて、でこの今から使うやつはラメが入っているので、ちょっと上からラメでキラキラにしていく感じで薄く伸ばしてください。これアイシャドウにも使える。キラキラが入ってる、これめっちゃ便利だよね。これユアグラムアイ&チークカラー PK3 番です。かわいい。そう、キラキラ。そう、キラキラ、ツヤ感が出ます。ビフォーアフターですごい、こんなチーク塗ったことない。ね、こんな感じです。あ、かわいい。やばいわ、めっちゃかわいい。似合う。できました？できました。はい、そしたら最後にリップを塗ります。リップは、はい、ユアグラムのミニリップスティック RS3 番です。塗っていきます。さっきかわいい。これ持ち運びとかにいいサイズだよね。すっごいちっちゃい。結構めちゃめちゃ発色いいんですけど、思いっきり塗っちゃってください。じんわり系とかじゃなくてもガツンと塗ってしまって大丈夫です。なんか固めかと思ったんですけど結構柔らかいですね。そうなんだよね。だからなんか保湿されてる感ない？あ、あります。あります、あります、ね、なんかめっちゃガッツリ発色する。こんな感じです。きました。あ、いいいいいい。うわ、すごく良い。はい、ということで以上でしなこメイクの完成です。メイクも完成したということで、じゃあ今から2人に洋服もねしなこ仕様になっていただこうかなと思います。早速着替えていきたいと思います。思います。どうぞどうぞ。行きます。それでは二人の着替えが終わったようなので、早速登場してもらいましょう。ひめかちゃん、えこちゃん、どうぞ。はい、こんに
こんにちは。こんにちはって。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。すごい似合ってる。ここに475って書いてあります。しなこ書いてあります。しなこちゃんの475。じゃあ、はい、ひめかから先行きます。このトップスなんですけど、ここにしなこちゃんの475って書いてあって、これがひめかお気に入りです。ユニコーンがなんかバルーンでできてるユニコーンで、他とちょっと違って可愛いです。あとこのメッシュが涼しげで、これなんか夏っぽいなと思ったので、自分で貝殻のイヤリングを合わせました。すごい、めっちゃ合ってる。かわいい、めっちゃかわいい。そのチェックのスカートとめっちゃ合うね。そうですよね、めっちゃ合うなと思って。はい、じゃあ次エコの紹介をしたいと思います。エコは今しなこちゃんと同じお洋服を着てるんですけど、これはなんかここの袖の部分がふわっとしていて、ちょっとラメラメのシースルーみたいな感じになってて、とてもかわいいです。そしてここにはひめかちゃんと同じデザインでしなこと書いてあります。私は風船でできた蝶々です。ひめか水色派、水色の方が好みだった。あ、本当？どっちも可愛いけど、いろいろ合うと思います。参考にしてみてください。参考にしてください。そう、水色のスカート履いてくれてるんだよね。はい、すごいこの合わせ方もすごく可愛くて、こっちの水色と合うから全体的なバランスもめっちゃいいし、すごく可愛く着こなしてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということでハッシュタグしなこってここに書いてある通りなんですけど、はい、こちらのお洋服はピンクラテさんと私のコラボ商品となっております。もう2人に着てもらってめっちゃ嬉しいんですけど、パーカーとね T シャツが、今ひめかちゃんがパーカー着てて、でエコちゃんが T シャツ着てくれてるんですけど、パーカーと T シャツございまして、それぞれ2色ずつあるので計4種類種類があります。なのでぜひねお気に入りを見つけてもらえたらなと思います。あ、そう、フードかぶってんのめっちゃ可愛いんだけど、すごい可愛い。なんかパーカーって見てた方がいいかなと思って。あ、いや、モデルさんさすがですね。あ、可愛い。いい感じです。パーカーのねここの紐の部分もこう結んでもいいし、伸ばしたままでもとっても可愛い感じになってます。すごく可愛くこなしてくれて嬉しいです。そして原宿系のお二人が見れて私は大満足でございます。ありがとうございます。教えてくれてありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はしなこちゃんにメイクを教えてもらって、原宿系になった気分ですごい楽しかったです。ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。